ソピステスは、プラトンの後期対話編の一つであり、テアイテトスの続編。副題は、存在について。ソピステスとは、ソフィストの元々の古代ギリシア語表現であり、本編がソフィストとはいかなるものであるかを主題とした対話編であることにちなむ。紀元前399年、アテナイ、ボータイ陸上にて、テアイテトスで描かれたやりとりの翌日、約束通り早朝に同じ場所に集まったソクラテス、テアイテトス、テオドロスの3名。テオドロスはエレアからの客人もそこに連れてきていた。ソクラテスは、その客人がエレアから来たと聞くと、論争術を操る、論争家なのではないかと疑うが、デオドロスは、れっきとした哲学者であると否定する。そこでソクラテスは、ソフィストと政治家と哲学者がエレアにおいてはどう認識され、区別されているのかを客人に聞く。客人はそれはそのまま3つに区別されているが、その説明には手間がかかるという。ソクラテスは問答でそれを説明してもらえるようお願いしつつ、その対話者にテアイテトスを提案する。客人はそれを了承し、客人とテアイテトスの2人による問答が最後まで描かれる。プラトン作品中の位置づけ本作、ソピステスは、プラトンの作品の中では、後期の最初の作品として位置づけられており、前作のテアイテトスと本作続編のポリティコスと共に内容的に一続きの3部作を構成している。また、テアイテトスと本作、ソピステス内でかつてのソクラテスとパルメニデスの出会いに言及したり、本作、ソピステスと続編、ポリティコスの問答をパルメニデス・ゼノン門下のエレア派の哲学者とされるエレアからの客人に行わせるなど、明らかにパルメニデス。エレア派とのつながりを意識した構成になっているので、実質的には、テアイテトスの一つ前の作品である、パルメニデスも含めた4部作構成になっている。幻の続編なお、本作の最初の方で、ソクラテスがエレアからの客人に、ソフィスト、政治家、哲学者の三者とはいかなるものかと問うているため、プラトンは本作、ソピステスと続編のポリティコスに加えて、3部作の締めくくりの続編として、ピロソポスという題名の対話編を書こうとしていたという説があり、本作、ソピステスの途中や、続編、ポリティコスの冒頭でも、それを匂わす記述があるため、そうした構想は、実際かなり高い蓋然性で存在したと考えられる。そして、ポリティコスの冒頭の記述から、その幻の対話編、ピロソポスは、ソクラテスと若いソクラテスの対話によって描かれる予定だったと考えられる。このピロソポスが書かれていれば、パルメニデス、テアイテトスも含めた一連の作品は全部で5部作となっていた。ちなみに、こうした3部作構想の中断は続く後期の作品であるティマイオス、クリティアスでも繰り返された。内容、構成上、ティマイオス、クリティアスに続いて、ヘルモクラテスが書かれる予定だった。蓋然性が高いが、2作目のクリティアスが途中で絶筆されて未完となり、3作目は手付け数のままとなっている。ソクラテスの後継か、プラトンの後期の作品は、中期、パイドロス以前の作品とは、毛色の異なる発展的な内容を扱っていくため、ソクラテス以外の人物にプラトンの思想を語らせることが多い。本作。ソピステスと続編、ポリティコスでは、エレアからの客人が問答を主導してその思想を語り、ティマイオスではティマイオスが、クリティアスではクリティアスが、そして最後の対話編である、ノモイでは、アテナイからの客人が、その思想を語る役となっている。分割法本作、ソピステスと続編、ポリティコスでは、分割法と呼ばれる、対象の内容を、に分割を繰り返して絞り込んでいくという特徴的な手法が用いられている。本作、ソピステスでは、パルメニデス・ゼノン門下のエレア派の哲学者とされるエレアからの客人が、ソクラテスにソフィスト、政治家、哲学者の違いを問われ、まず、ソフィストとはいかなるものかについての説明を、テアイテトスを相手に行う様が描かれている。大筋としては、エレアからの客人が分割法を用いてソフィストの技術の内容を絞り込んでいき、最終的にソフィストの妥当な規定を探り当てるという構成になっているが、途中でそこに関連づけて前作テアイテトスからは虚偽不可能論が、前々作パルメニデスからはイデア論の発展的な内容が引き継がれ、知識論、認識論、存在論的な議論が展開される。また、パイドロスに見られるディアレクティケと哲学者の関係性に関する記述を補強するような内容も盛り込まれている。テアイテトスでのやりとりの翌日早朝、ソクラテス等は約束通り同じ場所に集まった。さらにテオドロスはそこにエレア出身でパルメニデスとゼノンの門下のものであるエレアからの客人も連れてきていた。ソクラテスはそのエレアからの客人を論争術の使い手なのではないかと疑うが、デオドロスはれっきとした哲学者であると否定する。するとソクラテスは哲学者は神と同じで見分けるのが容易ではなく、ある時には政治家のように現れることもあるし、ある時にはソフィスト、ある時には狂人のように現れることもあると指摘しつつ、エレアからの客人に、エレア地方ではソフィスト、政治家、哲学者の三者はどのように名付けられ、区別されているのか問う。エレアからの客人はそのまま三つに区別されているが、それらの規定を説明するのは容易にできる小さな仕事ではないと指摘する。ソクラテスは、かつてパルメニデスが問答で見事な議論を展開したところに自分も居合わせたことがあると述べつつ、それと同じようにここに居合わせている若者を相手に問答でそれらを説明してもらえないか頼む。エレアからの客人は了承し、テアイテトスを指名して問答を始めることにする。テアイテトスはもしへこたれたらそこに居合わせている友人である少年ソクラテスに代わってもらうと断りつつ、問答を始める。客人はまず、ソフィストを言論を通じて規定していくことにするが、その前に、簡単な練習例として、魚釣り師を規定してみることにする。そして客人は、以下のように、魚釣り師が何らかの技術を持つものであるという前提の下で、二分割法を用いて、その魚釣り師の技術の内容を絞り込んでいき、それは、技術のうちの、獲得のうちの、捕獲のうちの、狩猟のうちの、動物の狩猟のうちの、水生動物の狩猟のうちの、魚猟のうちの、打って傷つけるもののうちの、針猟のうちの、下から上へと引き上げるやり方のものであると、特定、規定する。規定1続いて客人は、ソフィストの技術の特定、規定に取り掛かり、ソフィストの技術も魚釣り師の技術と同じく狩猟の技術の一種だとして、先の魚釣り師の技術の議論における分類を途中から分岐させ、以下のように金持ち、名家の青年たちを私的に教育し、報酬を受け取る技術がソフィストの技術であると特定、規定する。規定2から4にしかし、客人はそれでは満足せず、ソフィストの技術は複雑多彩であるとして、以下のようにも分類を分岐させ、徳に関する言論、学識を扱う販売業も、ソフィストの技術であると特定、規定する。さらに客人は、その分類における、途中の小売業から分岐させても、また、直売業から分岐させても、同じように、徳に関する言論、学識を扱う販売業としての、ソフィストの技術の規定を導けるとして、これらを第3、第4の規定とする。規定後さらに客人は、ソフィストの技術には、戦い取る技術もあるという観点から、以下のようにもその内容を特定、規定する。規定6さらに客人は、以下のようにも、ソフィストの技術の内容を絞り込んでいくが、これは、実際には、ソフィストの術ではなく、ソクラテスがよく用いる、問答法、あるいは、それを用いて、相手の知見を吟味、改善していく、三馬術であることは、読者には明らかであり、作中でも、客人自身が、こうした技術を行使する人々をソフィストということは、ソフィストに大きすぎる栄誉を与えることになりはしないかと、恐れるし、ためらうと疑問を差し挟んでいる。が、とりあえずはこれもソフィストの技術ということにして話を進めていく。規定7客人はこれまで出てきたソフィストの技術の規定を振り返りつつ、ソフィストの技術とはであると指摘する。さらに客人はその映像作りの技術、マネる技術はの2つに分けることができるが、ソフィストの技術がそのどちらであるかはまだはっきりとわからないとしつつ、それ以前にここには虚偽の存在をめぐる困難な問題が横たわっていると指摘する。虚偽の存在と比喩の言う客人は、虚偽が存在するという発想を前提としているが、彼の師であるパルメニデスは、その存在を真っ向から否定していたことを指摘する。そこで、客人は、まずはこの虚偽の成立の問題を吟味することを提案し、手相テトスも了承する。比喩の対象、表現まず客人は、あらぬものという言葉、概念をどこに向けて何に対して適用すべきなのか問う。あらぬものである以上、あるものにそれを適用することはできないし、そのあるものの性質を帯びて不可分な関係にある様々な各種の具体物である。何かあるものにもそれを適用することはできない。何かあるものとして語ることができないということは、何かあるものとあるものとしても、何かあるものどもとしても、語ることができないということであり、それはつまりは、一つもないものを語っている、いやそれどころか、語ることすらしていないことと等しいのだと、客人は指摘する。手相テトスも同意する。さらに客人は、あるものは別の、あるものを付け加えることができるし、それを数で表現することができるが、あらぬものには数を適用することができないし、それはつまりは、あらぬものを1や多等で表現しようとしても、決して正しく表現できないということであり、あらぬものは絶対に正しく口にすることも、語ることも、思考することもできないもの、すなわち思考され得ず、語り得ず、口に出され得ず、論じ得ないものであると指摘する。手相テトスも同意する。さらに客人は、あらぬものはそういうものである以上、そんなあらぬものに言及しようとするものは、必ず矛盾したことを語らざるを得なくなってしまうと指摘する。例えば、といったように、手相テトスも同意する。ソフィストによる反論の仮想問答客人は、このようにずっと前から、あらぬものをめぐる議論に打ち負かされてきていると告白しつつ、こうした問題が困難な問題として横たわっているがゆえに、先のソフィストの技術をめぐる議論も中断させざるを得なかったと指摘する。というのも、もしこの困難な問題を無視して、ソフィストの技術は見かけだけを作る技術である、と言おうものなら、彼らソフィストは、その言葉の使い方の粗雑さを逆手にとって反駁してくるだろうからと客人は指摘する。例えば、ソフィストのことを映像の作り手と呼んだとすると、ソフィストはその映像とは何のことかと執拗に問い返してくるだろうし、それは真実のものに似せられた別のそのようなものである、と答えようものなら、ソフィストは、それは真実のものとは、別のそのようなものがあると主張しているのかと問い返してくることになり、自分たちが比喩の言うを主張しているかのように追い込まれ、自分たちが矛盾したことを言わざるを得ない形に仕向けられ、論駁されてしまう。あるいは、ソフィストの技術によって我々の魂が虚偽を思いなす、虚偽の判断をなすのだと、我々が主張しようとする際にも同じように自分たちが比喩の言うを主張しているかのように、そして矛盾したことを言わざるを得ないように、仕向けられ、論駁されてしまうことになると、客人は指摘する。反論の開始客人は、このように、ソフィストの技術を、詐欺師、イカサマ師たちの技術の中に位置づけて、探索を進めていこうとすると、数多くの反論と困難が生じてくるということを指摘しつつ、ここで探求をやめて引き下がるべきか問う。手相テトスは少しでも手立てがあるのだとしたら決して諦めてはならないと反対する。客人はそれなら先のようなソフィストが反駁に用いる強力な言説に対して自分たちがわずかでも有利な地方を獲得できたならそれで良しとしてくれるかと問うとテアイテトスは同意する。客人は、それではこれから自分たちは、自衛のために、自分の父なる、パルメニデスの言説に抗い、あらぬものが、何らかの点であるということや、あるものが、何らかの仕方であらぬということを立証していかねばならないが、そのことをもって、自分のことを、父親殺しとは思わないでほしいこと、また、今までこうした議論に打ち負かされてきたと先ほど、告白していながら、今態度を豹変させたかのように、それに再度挑もうとしていることをもって、自分を、気違いじみた男と思わないでほしいとテアイテトスに頼みつつ、話を進める。多元論と一元論、U についての諸論客人はまず導入として、規制の実在に関する説を一覧することにする。実在についての規制の説としては、といったものがあるが、客人はこれらはどれも子供に語り聞かせる物語のようであり、我々一般大多数がその意味するところをしっかりと理解できないまま、自己完結的に話を片付けてしまっていると指摘する。例えば、多や一や二つのもの等が実在する、生じた、生じつつあるとか、熱と霊が分離、結合するだとかいった説明で、彼らが一体何を言いたいのか理解できるかと、客人は問う。そして客人は、先の議論で出てきた、あらぬものに関しても、若い頃は、なんとなく、分かった気になっていたが、よくよく考えるとよく分かっておらず、様々な困難に直面することになるように、この、あるものに関しても同じことが言えると指摘する。テアイテトスも同意する。多元論についてそして客人はまず多元論について考察することにする。客人は多元論者に問いかける体裁で、例えばというとき、両者に共通して適用される。あるとは一体何を意味しているのか、そしてと指摘する。テアイテトスも同意する。一元論について続いて、一元論に話題を移し、客人は、一元論者は、と主張するが、と指摘する。また客人は、一元論者は、と主張するが、等と指摘する。そして、客人は、このように、多元論でも、一元論でも、まだまだ述べきれないほどの無数の困難が生じてくると指摘する。テアイテトスも同意する。物体主義と形相主義、U についての別の論争さらに客人は、あるものは、あらぬものに負けず劣らず何であるかを規定するのが難しいことを理解しておくために、別のあるものにまつわる論争を取り上げることにする。それは、この間の論争であり、客人は、この論争を、に例える。そして客人は、形相主義者の方が穏健で、物体主義者の方が強硬だとしつつ、彼らを想定した仮想問答をテアイテトスを相手に行うことにする。物体主義について客人はまず、物体主義者たちを想定して、問答を始める。客人は、世の中に死すべき生き物がいること、そしてそれは、魂を持った物体であることに、同意するか問う。テアイテトスも同意する。客人は、では、魂というものが、あると考えるかと確認すると、テアイテトスも同意する。続いて客人は、その、魂の中身には、ただし、不正、思慮、無思慮の区別があること、他にも様々な、徳、悪徳の区別があることを指摘する。テアイテトスも同意する。そこで、客人は、こうした、魂や、様々な、徳、悪徳という、目に見えず、手で触れることができない存在を、物体主義者たちは、どのように扱うのか問う。テアイテトスは、彼らは、魂に関しては、物体的なものの一つと主張するだろうが、様々な徳、悪徳に関しては物体的なものとも主張できないし、その存在を否定することもできないので、答えに窮すると指摘する。客人は彼らがそのようにあるものの中にわずかな一部分であれ、非物体的なものが含まれることを頑強に否定することができなくなり、そしてそんな物体的なものと非物体的なものに共通して備わっている、あるを生み出しているものに目を向け、それが何であるかを言わなければならなくなることは、その分彼らがより善良な人間になることだと指摘する。そして客人は、そんなについての自身の暫定的な答えとして、それはこのことであると、すなわち、と主張する。形相主義について続いて客人は、形相主義者たちを想定して、問答を始める。客人はまず、形相主義者の考え方が、世界を、の二つに分けることで成り立っていることを指摘する。手相手とすも同意する。そして客人は、形相主義者たちにとっては、この前者の真の実在は、恒常不変、静止的なものでなくてはならないので、他から働きかけられるものとしては決して認めないが、もしそうであるとするならば、といった作用、関わり、現象が、成り立たなくなってしまうと指摘する。手相手とすも同意する。また客人は、真の実在や、それと対になる、魂、また、それがもたらす、性、知性といったものが、作用を持たず、静止しているなんてことが、実際あり得るか問う。手相手とすは否定する。他方で、客人は、逆に、すべてが運動、変動しているとしたら、そこに、恒常的な同一性や、知性といったものが成立するのか問う。手相手とすはこれも否定する。こうして客人は物体主義者たちの流動説にも、形相主義者たちの静止説にも組みしてはいけないし、あるもの、万有は動いているものと動かぬものの両方であると言わなくてはならないと指摘する。手相手とすも同意する。行き詰まりと第三の可能性サイドの行き詰まりしかし続いて客人は、もしそうだとすると、自分たちは、先ほど検討した多元主義者の説と同じような、を主張するような格好になってしまい、彼らに対して行った質問を、逆に自分たち自身に突きつけることになると指摘する。すなわち、といった場合、その、あるの、位置づけが問題となり、ということになり、どのみち、二元論は、崩れて矛盾してしまうことになることを客人は指摘する。もまた、あらぬものと同様に、それが何かを捉えるのが困難なものであり、どちらか一方が少しでも姿が判明してくるならば、他方も同じように姿を表すであろうと期待できるし、そんな両方のための議論を手際よく推し進める必要があると指摘する。手相手とすも同意する。第三の可能性と、識別の技術客人は、これまでの議論を抽象化、一般化し、といった矛盾、困難を確認した上で、第三の可能性として、という場合を、見出すことになる。客人は、例えとして、文字における、母音と、それ以外の文字を挙げる。母音は、すべての文字と結びつき、音節を形成することができるが、それ以外の文字には、それができないと。手相手とすも同意する。そして二人は、そうした混じり合う文字と混じり合わない文字を識別するには技術が必要であり、文字に関して言えば、それは読み書きの技術であることに合意する。音楽に関しても、混じり合う音と混じり合わない音を識別するには、専門の技術が必要であり、その技術を身につけた者は音楽家と呼ばれると、客人は指摘する。手相手とすも同意する。ディアレクティケと哲学者そこで、客人は言論における類、形相、イデア類の混じり合いに関しても、それらを識別できる技術が必要であること、そしてその技術とは哲学者の技術であると指摘する。手相手とすも同意する。そして客人は、ソフィストはあらぬものの暗闇の中へと逃げ込み、手探りでその暗闇に身を寄せているがゆえに、一般人はその正体を見極めるのが難しいが、哲学者は反対に、あるものとしてのイデア、その神的な明るい輝きの側に身を置いているがゆえに、多くの人々には容易に見ることができないのだと指摘する。手相手とすも同意する。そして客人は、哲学者に関しては後回しにすることにして、とりあえずはソフィストの追求を続けることにする。手相手とすも同意する。類の相互関係最重要な5つの類、形相客人は、すべての類、形相を取り扱うと混乱してしまうので、最重要ないくつかの類、形相を取り出し、それがどのようなもので、互いにどう関係しているのかを検討していくことにする。手相手とすも同意する。まず客人は、先ほどまで論じていた、有、動、静の三つは、類、形相として、極めて重要だと指摘する。手相テトスも同意する。そして客人は、これまでの議論から、それら三つは互いに異なるだが、それぞれ自分自身とは同じであり、また、有だけは他の二つと混じり合うことができることなどを指摘する。手相テトスも同意する。すると客人は、今しがた出てきた、動、意というのは、先の三つとは別の、類、形相なのかどうか問う。そして客人は、といったことを指摘しつつ、これら、動、意も、有、動、静と並び立てることができる、類、形相であると主張する。手相テトスも同意する。意と、文有による、非、有両立の論証これまでの議論で合意された、等を踏まえた上で、客人は、これら5つの、類、形相の関係性を、とりあえず、動を中心に一つ一つ、以下のように検証、確認していく。このように客人は、動に対して、有、動、意の3つは、という、相反する性質が両立すること、そしてこれは、動に限らず、意が適用されるすべての個別一般の、類、形相に対して、同様に言えること、そしてもちろん、非、有も、として、広く、一般に両立することを指摘する。手相テトスも同意する。そして客人は、以上のことから、あらぬものというのは、あるものの、反対のもののことではなく、異なるもののことであり、例えば、大ではないという場合、それが、小さなもののことではないことと同様だと指摘する。さらに客人は、否定は、反対を意味するのではないし、あらぬ、ないを示す否定詞、非は、別のものを意味しているのだと指摘する。手相テトスも同意する。比喩の実在性また客人は、知識、技術といったものが、抽象的な名称としてのみ存在しているわけではなく、細かく分割された、個別の対象に適用され、それぞれに名前を持った数多くの知識、技術として存在しているのと同じように、意も、また、個別の類、形相に対置されることで、名前を与えられ、対置するものと同等の資格において、あると言えるのだと指摘する。手相テトスも同意する。そして客人は、このように、意の本性が、あるに属するものであることが明らかになったことを、確認した上で、その、意が、有に対置された場合にも、対置された、それは、対置する、有と同等に実在すると言えると指摘する。手相テトスも同意する。客人が、ではその、それの、名前は何かと問うと、手相テトスはそれこそがまさに探し求めていたところの比喩であると答える。こうして比喩の実在性が論証された。そして客人は自分たちはというし、パルメニデスの禁止を踏み越え、あらぬものがあるということを証明したし、そのあらぬものの形相が何であるかに対置された意であることまで明示したのだと指摘する。手相テトスも同意する。虚偽の原評こうして、比喩の有は証明されたが、元々の論題である虚偽の存在を証明するには、この上さらに、などが、比喩と関わり合うものであり、虚偽の原評、虚偽の判断といったものが成立することを証明しなくてはならない。はあるが、原評や判断は、それとは関わり合わないので、虚偽も存在しないという言い逃れを、ソフィストはできてしまうことになる。そこで、客人はまず、原評から検討を始める。客人は、原評というものが、の組み合わせで成り立っており、それによって、ある事柄に対応して、それを表示するものであることを指摘する。手相テトスも同意する。そして客人は、という二つの原評を提示し、前者は、実際にある事柄について語っている、まなる、原評だが、後者は、実際にある事柄とは、異なる事柄について語っている、偽なる、原評であることを指摘しつつ、を論証する。手相テトスも同意する。虚偽の思考、判断、現れ続いて客人は、の三つを提示しつつ、まず、思考とは、であり、判断とは、であり、現れとは、であることを指摘した上で、これらは、先の原評と同属のものであり、そのあるものは、偽となると指摘する。手相テトスも同意する。こうして、虚偽の言評、虚偽の判断といったものが成立すること、そして、虚偽の存在が証明された。虚偽の存在が証明されたことで、客人たちは改めて、中断していた、ソフィストの技術の特定、規定作業を再開することにする。中断前の議論では、ソフィストの技術は映像作りの技術であり、それを地蔵を作る技術と見かけだけを作る技術に分ける段階まで来ていたことを指摘しつつ、客人は改めて最も根本的なところから、すなわち技術を作る技術と獲得する技術に分けるところから話を始めることにする。そして以下のようにその内容を特定、規定していき、そのような矛盾を作り出す言論の技術こそがソフィストの技術であり、そこに属するのがソフィストであると客人によって結論付けられ、手相手とすも同意する。ありがとうございます。